いしょよいしょ。いや、このコンビ久しぶりですよ。ありがとうございます。 I love you baby のあのね、あれちょっとクオリティですね。いろいろやってまいりましたが、はい、はい、今日は、野沢さんが、はい、あの障害福祉のスーパーレジェンド、はい、植草学園大学副学長の野沢さんがうちにいらっしゃいました。ありがとうございました。ありがとうございました。学生さん6名かな、はい、来ていただいて、まあ、バナナジュース飲んでもらったりとか、はい、でなんと住谷さんが、はい、今回法人概要と取り組みを説明する、はい、どうでしたか感想。いやー、そうですね、まあ、説明自体はそこまで緊張するものではないんですけど、普段とかも職員に説明していることを外部の方に説明するだけなので、そこまで緊張はしないんですけど、はい、今回野沢さんが来ていただけたので、野沢さんの前で説明するってなると本領発揮っていうわけにはいかなかったなっていう反省点ですね。ああ、はい、そうですか、はい、いや、まあ、聞いてたけどそんな悪くなかったですけどね、はい、多分もうちょっと出せたっていうのは自分の中にはあります。そうだね、はい、そうだね、いつもの住谷さんじゃなかったね、はい、はい、まあでもね、はい、これから福祉を目指す若者に、はい、まあ、我々は人の人生に触れているという名フレーズで締めくくって、はいはい、なんかいいお話だったかなっていうふうに思います。ありがとうございます、はい、というわけで今日は植草学園大学野沢副学長が来た、来た、ありがとうございました。緊張した、緊張しました、はい、でも良かったです。なんかいい学生だった、はい、もう真剣に聞いてくれましたしね、はい、みんな保育か施設かみたいな子たちだったね、はい、はい、なんかそういう若者がまたなんかあの福祉を目指しているっていうところに、まあ、僕らも希望が持てますよね、はい、はい、うちに来てくれるといいな。そうですね、3年生、はい、楽しみですね。はい、というわけで今日おしまいです、はい、さよなら、はい。